業績予想、こちらの情報修正出していたと思うので、社長本人にお伺いできればなと思っています。株主にプラスに受け取ってもらえるようなものにしたいと、まあ、その一つとして配当ってものを、まあ、手段として考えましたと。一部でだとしても配当しちゃうっていうところはいろんな意見はあるとは思うんですよね。ここは結構、迷いませんでしたか？今日もですね、ポート株式会社代表取締役の春日さんに来ていただいております。直近も出演いただいたと思うんですけれども、個人的にはもっと深掘りたいことあるなと思ってまして、再度おかわりということでお呼び立てしました。よろしくお願いします。こちらこそです。よろしくお願いします。はい、まあ、ポートの春日さんも毎回出演いただいているんですけれども、まあ、一応簡単に自己紹介していただけますか？はい、ありがとうございます。ポート株式会社代表取締役社長の春日でございます。2011年に創業した会社でして、大学卒業と同時にですね、会社を創業しました。その後ですね、2018年の末に東証マザーズに上場しまして、現在はですね、主には人材やエネルギー、まあ、こういった様々なですね、領域における企業の制約支援事業、ということでですね、制約に応じて報酬を頂戴するという、こういったビジネスモデルをですね、事業展開している会社でございます。よろしくお願いいたします。ということで、もう10動画以上は出てもらってると思うんですけれども、今日もまたたくさん盛りだくさんでテーマお話できればなと思っています。で、いきなりコアなところですけれども、直近リリースもされてました。業績予想、こちらの情報修正出していたと思うので、意外と論点あるなと思ってまして、ここを一個一個社長本人にお伺いできればなと思っています。まあ、まずそうですね、簡単にで構わないので、もうざっくりこんな感じの業績予想の情報修正しましたっていうところを教えてもらえますか？我々としては売上と EBITDA、そして今ちょうど中期経営計画の第1期目になるんですけど、今期からストック収益を貯めていくということで、将来収益込みの EBITDA というこの3軸をですね、主に主要な指標として置いてるんですけど、3指標すべてがオーガニックで非常に大きく伸びておりまして、3級時点での状況を経てですね、情報修正をしたというのがまず大きなハイライトかなと思ってます。うん、ありがとうございます。まあ、それ自体はもちろん素晴らしいことだと思うものの、ポートといえば M&A じゃないですか。まあ、M&A もやりますし、はい、オーガニックやりますけど。あ、そうですよね。まあ、ただ、もちろん全然いいんですけれども、M&A で買ってきた会社、事業があるから情報修正しましたなのか、いや、もともと伸びてて情報修正ですっていうのって、なんか意味合い全然違うなと思ってまして、それで言うと、まあ、実際どうなのかなと思ってまして、この点に対して。あ、そうですね。そうですね。今期、情報修正って3回やらせてもらってて、売却も1件ありましたし、あと買収も1件あって、うん、まあ、売却、買収の状況については、もうすでにその、今期の上期のタイミングで、すでに織り込んでおりますと。うん、なので、6月30日頃に2度目の情報修正出してるんですけど、ここからはどちらかというとオーガニックで伸びた。で、この中にも特に人材やエネルギーなどのオーガニックが特に伸びて、その結果ですね、情報修正してるので、今回の情報修正は、まあ、ほぼほぼオーガニックだと思ってもらっていいのかなと思ってます。まあ、じゃあ直近で、まあ、この後、ちょっと話せようと思っています。民衆事業の買収とか、抹茶社株式の取得とか、いろいろそういう新たな投資はあるものの、それ除いて、前回情報修正した内容からの3ヶ月ですかね、前回情報修正してから。6月30日からの情報修正なので、うんうん、3年9 8, 8ヶ月、ね、8ヶ月、そうですね、うん、そうですね、その間のオーガニックグロースでの情報修正になったってことですね。そうですね、うんうんうん、あ、それなら良かったと思いつつ、もう一歩ここを突っ込んでお話伺うとすると、今4クォーターに入っているタイミングだと思うので、今期はいいですと、まあ、ただその情報修正の内容が来期の売上とか利益の前借りというか先食いというかという形だったらあんまり意味ないかなと思うんですね。で、特に今回民衆事業の買収、まあ、比較的大きな買収だと思うんですね。で、PMI とかも、いわゆるカーブアウトでの買収になる、実質的にはなると思うので、それなりにコストかかるんじゃないのかなという想像はつく中で、例えば来期にものすごいコストが乗っかってきますよ。だから来期は凹みますよ。みたいなことも大きな M&A した後は全然あり得ると思ってまして。で、この点で、来期の予測に関して、まあどういうスタンスなのかなと、何か影響あるのかなというところもちょっとお伺いできますか？そうですね。特にまあ民衆の M&A とかを含めて、まあまだ民衆自体はまさに4月から、来年度から連結されてきますので、今期はまあほぼ影響ないと。いう形に、まあ、プラマイ両方とも影響がないというふうなイメージですけど、確かにここに関しては、まあ、むしろなんていうんですかね、かなり投資コストを許容して、
積極的にそのプロダクトの成長を最優先に取り組んでいきたいなとは思ってるんですが、まあ、総じてその各事業、今は事業環境自体は、まあ、非常にその、まあ、マクロ的な外部環境もそうですけど、社内的な状況も含めて、非常に状況はいいというふうに思っていて、なので、基本的にはその来期に関しても継続成長を、まあ、想定してますと。で、まあ、むしろ、今回情報修正出したときに、4級は一定程度その投資しますという形で出してますので、なんならその第4クォーターあたりに、まあ、その辺の投資コストは一定飲み込んで、来期の 30% 成長っていうところのガイドラインをしっかり達成する。まあ、こういった見通し感で動いてますね。あ、よくわかりました。ありがとうございます。今期、3回情報修正ということで、まあ、今日は、特に人材領域の話を伺おうかなと思ってるんですけども、もちろん他の領域もあって、で、その領域すべてが伸びてて、今回、会社全体として伸びてるから、情報修正ですということだと思うんですね。でこれって何か、ね、背景はあるのかなと思ってまして、いや例えば去年がコロナでめちゃくちゃ悪、コロナの名残でめちゃくちゃ悪くて、それで単純にどこも伸びてるんですよということなのか、何か根本的に変わってる部分があるのかどうかっていうといかがですか？あ、そうですね。一番外部環境上の変化があったものでいうとエネルギーのマーケットですね。エネルギーのマーケットが、まあ、我々その過去最大の M&A でいうと約40億の、M&A が一件あるんですけれども、エネルギーのマーケットが、この一期前のところは、やはりそのロシアやウクライナ等の国際情勢の、混乱の影響もあってですね、資源価格がすごく高騰して、エネルギー事業者が新規のユーザー獲得っていうところをかなり抑制しましたので、その影響もあって大きく、想定の売上によりも大きくマイナスしたっていうのはあったんですね。そこに対して言うと、今期そのマーケット環境が一定程度落ち着いて、どちらかというとその、全体的に電力事業者が新規の獲得をどんどん増やしていくフェーズに入ったので、まあそういった意味で言うと、まあそこのマクロ環境の大きな変化っていうのはあったとは思います。それ以外はそんなにコロナの影響で反動があったとかですね、そういうのはなくですね、まあ特にエネルギーが一番そういった点では影響を受けたっていうところですね。あ、なるほど。まあじゃあエネルギー領域はその領域で、影響で伸びましたと。で、人材と金融はいかがですか？はい。あ、そうですね。人材とファイナンスに関しては、特段そのマーケットの影響によってプラマイっていうよりは、人材で言えば、我々のその大切にしている KPI の一つである、総会員数っていうのがあるんですけれども、うん、その新卒ユーザーの中での、まあ、いわゆるシェアをどれだけ取れるかっていうところ、ここがまあ順調に推移したってところはありましたし、ファイナンスのところに関しても、全体的にはその競合他社との比較においても、シェアをしっかりと取ることができた。まあ、こういったところでは まさにオーガニックな成長って言っていいんじゃないかなと思ってますね。まあ、各領域伸びてるから情報修正ができてるよということなんですね。ありがとうございます。そうすると今の話にもつながってくるかなと思うんですけれども、まあ、今年で言うとその人材領域の M&A 投資というところでやっててまだまだ伸びますという IR 出してると思うんですけれども、他の領域はどうですか？どうというのはもちろん伸ばすと思うんですけども、 M&A においては、いや人材を今後どんどんやっていくのかとか、いやエネルギーも金融もうそれ以外の別のところもやりに行くのかっていうところで言うと、今で言うとどう考えてますか？今期はエネルギーと人材で1件ずつ M&A 実施して、今期の連結に影響したのはエネルギーですと。なんで、まあ人材は、まあ民衆買収したっていうので実行はしましたけれども、今期1年間に関しては、一切その人材は、M&A の影響っていうのは受けてないと。まあ、なので、その M&A 影響というよりは単純にもうオーガニックでしっかり成長したと言っていいんじゃないかなと思っています。で、基本的にやっぱり我々みたいな東証グロースに上場している会社において、我々の今の状況で言うと、まだ、どちらかというとその連結の業績に対する事業の数が、まあどちらかというと多い方だなというふうに思っていて、なので、どちらかというと人材とエネルギーが今、二つ、まあすごい日本柱的に伸びてきてるんですけれども、その二つをより成長させるための成長投資に基本的には集中しようっていうのが基本的な考え方ですね。今のは例えば投資家さんとの面談というかコミュニケーションを取ってる中でも、ここに絞ったらみたいなコミュニケーションがあったりするっていうところでことですかね。ああ、でもそういうのも実際上はあると思いますね。特に機関投資家さんとミーティングさせていただくときとかにも言われてすごく印象的だったのが、各事業をモニタリングする上で、うちってまあ今主力で3事業走ってますけど、うん、3つもモニタリングするの結構大変だっていうのはよく言われてですね、実際3社見てるようなみたいな感じで言われてしまうところも実際はあったりとかしますので、あながちそれは確かにおっしゃる通りだなと思うところもあってですね、実際経営としてもっと集中して、まあそのできる限り絞ったドメインで勝負していくことの方が、今は優先すべきポイントだなとは思ってますね。
まあ、じゃあ3領域とはいうものの、その中でも序列的には人材、エネルギー、ここは特に注力していくっていう可能性が高そうですね。あ、そうですね、おっしゃる通りです。かなりこれで上州生に絡めていろいろお伺いできたかなと思ってます。本当だったらこのね IR 直近のニュースに関してはここで終わりでいいかなと思ったんですけども、またもう一個直近で面白いコーポレートアクションがあったと思うんで、こっちもお伺いできればなと思うんですけれども、ペイトを始めるよということをアナウンスされたと思うんですね。あんまりグロース企業で配当やるぞと言って配当してるところってそんなにないんじゃないかなと思ってまして、まずどういうものを始めるのかっていうところですかね、となんで今始めるのかっていうところをぜひ教えてもらえればなと思います。まあ、基本おっしゃる通り、本来であればもうちょっと後でもいいかなってまず思ってたんですね、でその上で始めたのはエネルギーのビジネスのところで、もともと我々そもそもビジネスとして製薬支援事業っていうのは基本的にはショット型のビジネスで、1製薬に対してワンショット型でフィーを頂戴するっていうのが基本的なビジネスモデルですと。でもこれある種その翌月もそうですし、翌年もそうですけども、事業の見通しを立てる上で全てゼロからスタートするっていう構造に実際はあると思っていまして、そうするとやっぱり今後その長い目で成長しようとすると、やっぱりその成長の蓋然性をこう問われた時に、常にでもゼロスタートの月になってしまうよりも、もっとその安定的かつその継続的に成長が見込まれる事業形態に変えていくべきだなっていうふうに思っていて、なのでそのエネルギーのところでストック型の収益モデルっていうのをスタートしましたと。で、そうすると、やっぱりその一時的には EBITDA に対するマイナスインパクト、売上に対してもマイナスインパクトがありますので、そこに対してしっかりとそのストックのその収益が溜まっていくごとに配当金額を増やしていくっていうことに、プログラムをスタートすることによって、その配当収益を上げていくことを株主の全員としてもプラスに受け取ってもらえるようなものにしたいと。その一つとして配当ってものを一つの手段として考えましたと。こういったところがまず一番大きなところですね。これはタイミングが今なら、例えば去年でもなく来年でもなく今っていうのは、いやもうプライム行くんですよとか、あとはそのストック収益モデルがこれはいけるぞと、今後もやり続けられるぞというタイミングが今なのかとか、もうちょっとそこのタイミングのところで言うと何かありますか？まさにおっしゃっていただいた通りで、そのエネルギーのところでのそのストック収益をしっかりとこう着実に積み上げることが、会社のこう継続的な成長に身になっていくということの見通しが立ったっていうところがありますし、あとはその今回が中計初年度というところの1期目になりますので、このタイミングから増配を続けていきますというアナウンスでもあるなと思ってます。もちろんこれあれですよね、利益出てないともちろん出さないっていうことですよね。はい、なのでもちろん辞めたり減らしたりっていうことは当然できるとは思うんですけど、でもやっぱり始めると基本的には続けるし増やしていくしっていう前提でやっぱり始めると思うんですよね。その通りで、なので営業利益とか当期純利益に対する配当成功っていうのはちょっとまだステージ的には早いなと思ったんですね。ですが、そのストック収益を貯めていくってことは、経営方針として固めているものなので、であれば、このストック収益を原資にした配当方針。であれば、いわゆるストックでこう、たまり続けていくということを前提にすると、しっかりと配当原資は確保できるんじゃないか、というふうに考えたイメージですね。なんで、これ面白いですよね。PL の勘定科目ベースで大体この配当方針って決めると思うんですけども、そうじゃなくて、本当に全社の中の主力事業の重要 KPI と紐付けて、配当を出すっていうところがかなり面白いなと思ったんで、ただこれは今はそうだっていうことで、場合によっては、何ですかね、一般的な利益水準のうちの何パーを配当するっていう形に切り替えるってこともあり得るですかね。そうですね。それこそそのプライムに行きますとか、数十億規模で当期純利益がもう十分出ていて、配当成功数十パーっていう形で表明しても問題ないっていう状況であれば、それはやっていく可能性っていうのは十分あると思いますと。一方で今はどちらかというと、それこそ M&A に投資するとか、そういったその様々なところにその成長投資に回しているケースが多いので、実際その成長投資に回したストック収益額、ここをベースに配当するっていうのが今のうちとしては適切だろうっていうイメージですね。なるほど。ちょっとここはもうくどいようですけど、再度お伺いすると、でも成長投資にガンガンお金使う今も、もちろん銀行融資もそうですし、この後ちょっとお話せればと思いますけど、増資もしたし、当然、オーガニックでのキャッシュフローも回ってると思うんですけど、まだまだ投資余地はある中で、一部でだとしても配当しちゃうっていうところは、いろんな意見はあるとは思うんですよね。
ここは結構、迷いませんでしたか？いやいや、もう、かなり悩みました。はい、迷いましたし、まあ、かつ、その、はい、いろんなですね、経営者の方ともディスカッションもさせていただきました。うん、で、その上で、まあ、いろいろ検討したんですけど、今後、その、我々としては、今のその、業績と株価のところを、その、さらに、こう、高めていくにあたって、うん、機関投資家の方々を、よりその、比率としても高めていかなければいけない。うんうん、まあこれはその、みんなにとってもポジティブなことだと思うんですけど、うん、その機関投資家比率を上げると。うん、まあそうしたときに、機関投資家の中でも、やっぱりその様々なスクリーニングがあると思うんですけど、うん、まず一つは、やっぱりその配当方針っていうところで、うん、まあ配当や自己株、まあこういったものを、まあ完全にゼロよりは、やっぱり少しでも出している状況であった方が、スタンスとしてもゼロではないというそのスタンスも伝わり、かつそのスクリーニング基準で最初からもうゼロのところバシッと切るような担当者さんもいらっしゃるので、うん、そういったところから考えるとマーケティング上もポジティブだと、まあ、こういうふうには思ってますね。うん、うん、うん、そうですね。もうゼロと1は大違いっていうことですよね。で、かつ今後もしっかりと収益も出して配当もするっていうスタンスを明確にするっていうのは確かにありますよね。そうですね。なのでまあそういうスタンスを明確にすることによって個人も機関も、まあ、いろんな株主の方々に多く入っていただけるようにするっていう、こういった目的を持ってやっていきたいなと思ってます。あ、もう、これはかなり納得感、理解した、しました。ありがとうございます。M&A というか、増資のお話とかもこの後聞きたいんですけれども、ここはまた次回お話できればなと思っております。また M&A でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。昨年10月頃にですね、公募増資、実施させていただきました。ザニン的なファイナンスも含めていろいろあると思うんですけれども、今回公募増資というのを選んだ理由は何かありますか？やっぱ上場の意義って、まあもちろんいろいろその会社さんあると思うんですけれども、一番うまみのあるところってやっぱ今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って M&A、そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。